写真格ダイルキーの長島真奈美騎手離島高橋康幸厩舎は24、25日ともに引き続き函館競馬に参戦する。先週は土曜日の三蔵のみだったが、今週は計6蔵、土曜三蔵、日曜三蔵に騎乗し、北海道での初勝利を目指す。土曜の 4R は初コンビとなるマーキー・ショアに騎乗。最終追い切りに騎乗し、感触を確かめた。先週より今週の動きの方が良かった。追い切りを重ねるごとに良くなっています、と期待する。日曜8Rのコンビとなるタガノグリュクは2戦連続のコンビ。新房サイド明けの前端、8着、だったが、最後までしっかり走ってくれました。今回は1回叩いている分もありますし、前目の競馬で頑張りたい、と力を込めた。土曜函館、4Rマーキー賞は、メス3歳、立東大久保流志厩舎、6Rグッドイヤー、メス3歳、立東高橋康幸厩舎、12Rコンスタンティナ、メス5歳、美穂中野英治厩舎、日曜函館、6Rダ裏切り、オス4歳、美穂加藤和弘厩舎、8Rタガノグリュック、メス4歳、立東鈴木隆厩舎、12Rレムリアンシード、オス4歳、松永康仁義厩舎。